どうもレオンでございます。今回もですね、君たちに動画を送り届けようかなというふうに思います。はい、なんか楽しいニュースありましたっけ？楽しいニュースは特にはないと。ただまあ J リーグが始まって、やっぱ J リーグ始まるとね、俺のテンション上がってくるんでね。あとあれですよね、遠藤航が、カップ戦優勝したと、リバプールでスタメン出てましたからね、120分フル出場して、いやすごいよね、やっちゃったよね遠藤航、これマジだよね。はい、今後もね遠藤航要注目かなという感じがしますよね。日本人でプレミアでこんだけスタメンで主力で出てるって初だよね。岡ちゃんもまあスタメン出たけど、基本的にはまあ準レギュラーって感じだし、南野もそうだし、香川真司もそうだし、すごいよね遠藤航。はい、まあね、喜ばしいニュースはまあまあいいんですけども、今回はですね、ちょっと皆さんの報告というか、悲しい、とてもとても悲しい、お知らせをしなければいけません。まあ悲しいのかどうかは分かんないですけども、YouTube を始めてですね、まあ大体もう間もなく2年が経とうとしてるのかな。まあ趣味程度に配信してきたんですけども、現時点ではチャンネル登録者数が1000ちょっとという感じで、まあまあ何かは目的とか、なんか目標が特にあるわけじゃないんですよ。なんかもう100万再生、100万人登録目指してるとかね、まあ言ってくれたらいいんですけど、逆に言ったら言ったら怖いんでね。まああれなんですけども、まあ趣味程度に、まあ毎日基本的に配信してて、まあおかげさまでね、いろいろ、皆さんに見ていただいてるんですけども、どうなんだろう、まあ俺自身が望むそのなんていうかな、趣味程度でやってるとはいえ、全然その目標値、例えば10万人とかなんかそういったところには到底届かないというか、もっと早くね届くのかなと思ってたんですよ、正直。で結局これ要因を突き詰めていくと、結局自分らの能力やねんなって、俺じゃないんやなっていうことに気づいたんですよ。俺がどんだけ頑張っても、自分たちのそのなんていうかな、発信力とか、なんていうか営業努力とか、そういったものが全然足りてないというか、まあ、あくまでこのチャンネルなんで、俺が社長じゃないですか。ということは自分ら視聴者っていうのは、まあ、なんていうの、社員っていうか、部下ですよね。全然能力ないみたいな。それは会社潰れちゃうよね、そんなことしてたら。っていう感じでね、なかなか企業努力とか、頑張ってきたもののね、ちょっと頭打ちかなと。っていうところで、まあもちろんね、自分たちがもっと頑張ってくれればいいんですけども、やっぱり自分たちを過大評価してもいけないし、自分たちの能力ってのも分かってるから、まあこれ以上劇的に伸びることはないだろうと。っていうところで、まあ俺自身もね、だら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 こう、伸びないのに、この動画をね、続けても仕方がないのかなと、最近思い始めてきて。だったらなんかもっとね、世界を、渡って、もっとビジネスをね、展開していければいいんじゃないかなと、いうふうに思ってるんですよ。まあ、今考えてるのは、そうね、これから絶対来ると言われてる、レアメタル、金属ですよね。それをまあ、掘りに行こうかなと。素潜りで行こうかなと思ってます。はい。死ぬかもしれないですけど、はい。まあ、今後の人生はね、レアメタル、レアアースって言うんですか。まあ、それを発掘しに、素潜りでね、世界中の海を潜っていきたいな、というふうに思ってます。はい。金槌なんですけどね。はい。金槌ってどういう意味ですか？全く泳げない人のこと金槌って言うんですかね。じゃあ俺それですね。はい。なんですけど、素潜りで、レアメタルをね、探しに行きたいな、というふうに思ってます。はい。まあ、そういったところもありましてですね、まあ、約2年間、もうすぐ2年になるんですけど、頑張ってきたんですけども、いかんせん、君たちのその、力がなかったということで、まあ、残念ではあるんですけども、本日をもって、YouTube 動画活動をですね、ミッションコンプリートではないな、フィニッシュという形にしたいと思います。
フィニッシュっていうのは、下ネタって意味じゃないですか。はい。まあ、そういう点ではね、まあ、もう少し、やりたかったんですけども、まあ、残念ながら、自分たちの能力不足で、拉致が開かないというところなので、残念ながらね、本日をもって、YouTube 活動を終了したいというふうに思っています。はい。で、もしかして、この動画を見た後にね、だったらまあ、頑張ってやると。いう感じで君たちがチャンネル登録者数をね、ガン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 増やしていって、圧倒的にチャンネル登録者数が増えていたら、また復活ということもあり得るのかもしれないですけども、一旦まあ、区切りというところで、まあ、本日からね、新年度も始まりますし、まあ、区切りというところで、YouTube 活動ね、終了していきたいなと、いうふうに思います。もう男に二言はないんでね、うん。まあ、俺男じゃないんですけど、男には濁んないんで、これが覆ることないんですけど、はい。もう皆さんにね、お会いすることはもう永遠にないんですけど、はい。約2年間、ご視聴ありがとうございました。